40の中国ライフ。皆さんこんにちは、40と申します。いつも動画のご視聴ありがとうございます。現在私は上海におります。でここはどこかと言いますと、上海地下鉄の入り口なんですけれども、私のこの YouTube チャンネルの視聴者様からですね、上海の地下鉄の乗り方を教えてほしいというコメントをいただきましたので、今日は上海地下鉄の乗り方についてご紹介させていただきたいと思います。で地下鉄のチケットの買い方をこれからご説明するんですけれども、2つの方法をご説明させていただきたいと思っています。まず1つ目がアリペイを使って QR コードで地下鉄に乗る方法です。で2つ目は現金でチケットを買って地下鉄に乗る方法です。それではまず最初にアリペイを使って乗る方法についてご説明させていただきたいと思います。でまずアリペイなんですけれども、外国人でもクレジットカードを紐付けて支払いができるようになりました。詳しいやり方についてはこちらの動画をご視聴ください。この動画の流れに沿って設定を進めてもらえれば、日本のクレジットカードでアリペイ決済ができるようになりますので、こちらの動画をご視聴ください。ここから先についてはアリペイアカウントに日本のクレジットカードの情報が紐付いている、つまり支払いができるということを前提にお話を進めさせていただきます。はい、そうしましたらまずアリペイを開きます。アリペイを開いたら一番上の検索するところに上海と入れてください。はい、で上海と出てきたら一番上を押します。で青いボタンを押します。で3つ出てきますけれども、一番上のものを押します。で丸いところを押して青いボタンを押します。でここでですね、指紋認証やパスワードの入力求められると思いますので、入力をして先に進んでください。はい、で使えるようになったみたいですので、青いボタンを押します。そうしますとこのような形で QR コード出ますので、あとは地下鉄乗るときにゲートでこの QR コードをかざせば OK です。出るときも同様です。またそちらについては後ほどご説明します。次に上海地下鉄現金でチケットを買う方法ですけれども、駅に行きますとこのような感じでチケットと書かれたところあります。でチケットを売っている機械ありますので、これで購入をします。でこちら画面ですね、行きたいところを押します。我々これから南京西ですね、南京西に行きますので、南京西を押します。はい、でそうしますと金額など出てきます。今妻と2人いますので、2枚買います。2を押します。はい、そうするとここに金額が6元って出ます。でここにですね、使える紙幣と使える硬貨が出てます。5元10元20元50元あと5角と1元の硬貨っていうふうに書いてますので、ここにそれぞれ硬貨はここ、紙幣はここに入れるとかありますので、ここに入れます。10元を入れたいと思います。はい、そうしますとここにですね、カードとお釣りが出てきます。はい、ということで上海はこういったカード型のものが出てきますので、これをゲートでかざします。では今から乗りたいと思います。で、中国の地下鉄はですね、ゲートに行く前に荷物検査ありますので、まず荷物検査をやります。はい、で今からゲートを通ります。でまず QR コードで乗る場合ですけれども、このコードをゲートにかざします。はい、かざして乗って、はい、で開きますのでこのまま乗ります。で次に現金で乗る場合ですけども、先ほど現金でこのチケットを買いましたので、このチケットをここにかざします。はい、そうすると取れます。これで乗ることができます。では今から乗ります。はい、目的地に着きましたので、これからゲートを通って外に出ます。はい、出るときは入るとき同様です。 QR の場合はこれをゲートにかざして出ます。はい、こんな感じですね。はい、で現金でチケットを買った場合ですね、出るときはちょっと入るときと違います。出るときはですね、これをここに入れます。はい、これで出れます。はい、入るときは上にタッチすればいいんですけれども、出るときはカードを入れないと出られませんので、上海地下鉄今のところお気をつけください。はい、以上が上海地下鉄のアリペイ決済 QR コードで乗る方法と、現金決済チケットを買って乗る方法、2つご紹介させていただきました。最初にも申し上げました通り、
外国人でもアリペイ決済 QR コードを出して乗ることができるようになってますので、アリペイ決済の使い方についてはこちらの動画をご参照いただければと思います。それでは本日の動画がご参考になりましたら幸いです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。